えーっとですね、Netflix のアプリがね、先行公開されたらしいっすよ。早速、どんな感じなのかインストールしてみましょう。インストール同意する。それで、開くと。あら。なんだ、これだけかい。 まあ、そりゃそうなんだろうけどさ。うーん。どこも押せないのね。メアドを入力していただければ、サービス開始の準備が整い次第ご案内メールを差し上げますと。これ先行登録しておくとなんか、特典とかつくのかなつけばいいんだけどな。いずれにしろ登録するつもりなので、今のうちにちょっとやってみますか。入力して、おりゃ。あ。 そういうことなんだ。お客様の情報を受け取りましたので、お住まいの国でネットフリックスが利用可能になりましたらメールでお知らせしますと。そういうサービスなんだ。じゃあ別にあれだね。日本のそのオープンに向けてキャンペーンをしてるとかそういうんじゃないんだね、これね。となると特典とかもなさそうだな <laughs> 登録した意味なかったかもしれない。で、ログインで、ここでまだパスワードを設定してないからログインしようもないしね。だよね。じゃあちょっと、 ダメ元でやってみっかいパスワード設定してないんで、パスワードを入れないでログインと。そりゃダメだよね。あ、こういう風にアイコンできてるね、ここにね。あ、で、一応メール見てみるか。あれメールも全然来てないね。登録しましたよってお知らせさえ来ないんだ。